ファイティアルチャンネルママでーす。今日はなんと皆さんご存知のフェルキャンプさん、大阪にオープンしたブラックレーベルさんに来ております。オープン3日目の日ですけど、すごい店内が賑わってて撮影できるかなっていう状態です。びっくりしました。じゃあ早速店内見させていただこうと思います。I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year is just gonna be you. 新人キャンプでこんなビーツ。開店おめでとうございます。いや、今まで準備って結構大変やったんちゃいます？そうですね、決まったんが、はい、やるって決まったんが12月の頭。あ、そんな最近なんですか？え、そうなんですか？そんなぐらいで、ここ契約したんも12月の頭ぐらいで、でもなんやかんや内装が終わったのが2月の1週目ぐらい。最近じゃないですか？だから今日20そうでしょ、はい、ほんと2週間ちょっとぐらい、でここまですごい。いや、もうみんなめっちゃ手伝ってくれて。ああ、そうなんですね。へえー、いやでもそんな短期間でこんだけの商品揃えようと思ったらめっちゃ大変。商品はね、1月ぐらいかな、はい、で
連絡してて、いやでもだいぶ無理をみんな聞いてもらって。そうですよね、はい、だってオリジナル商品も結構あるから。そう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 、作る期間とかも結構ね。ありますあります。だいたい先週です。先週、先週に揃いました。めっちゃギリギリ。子供ってあるクッションも、はいはい、上がったのが先週の火曜日ぐらい、一応な、ほんまに上がったのは木曜日ですね。前日。だから本当はもうちゃんとパッケージとかしたかったんですけど、時間がなくて。なる、あ、そういう感じですね。すはい、いや、すごいですね。ありがとうございます。ベルさんって言ったらもう、あの、うちら初対面の時、ね、フリートの時に会って以来なんで、え、あの時のベルさんがみたいな、もうショップって思って、すごいな。意外とね、なんかね、そういう前をいただいて、でもたまたまそれまでに自分でイベントやったり、あのフリートやったりあ、そうですよね、したんで、それで一応その同じようなショップさんの中でもある程度品揃えを確保できたかなと思います。強いメーカーさんの集まりがあったから、いやもうみんなほんまにね、心よく2つ返事で快諾してくれて、いやもう絶対ベルさんの人柄ですわ。なんかね、あのやっぱりそのショップの中でも、うん、喧嘩しないように、そのこのショップから何キロ離れてないといけないとか、はい、問題とかあるけども、うん、そこはなんとか、あのここにないとおかしいやろって言ってくれて、仲良くしてくれるブランドさんは。でもちろんモンキーキャンプもね、一発目まだ空いてない頃からコラボの商品作れたりしてくれたので、かっこいいですよ。ありがとうございます。あ、全然ありがとうございます。いや、まずく、まずくないですか。もう大丈夫ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。これからも。ありがとうございます。忙しい中、すいません。全然来てくれて。こんな感じで店内の方の商品をざっくり紹介しました。私は今からレジに行きます。パパさん、ちょっと外で撮ってくれる？ちょっと撮られて、もう時間がなさすぎてね。うん、そう、他にもいっぱいあるんですけど、ちょっとピックアップさせてもらって、うん、勝手にピックアップさせてもらって、もうやばい商品いっぱいあるからね。皆さんもぜひ、ブラックレーベルさん、面白いです。面白いですよ、来てください。では、私はレジに行ってきます。見てくださってる、このアロマキャンドル。はい、買ってきました。何買ったか気になりますか？それはもちろん僕の頼んであれですよね。あ、お子立てやな。そう、なんかおしゃれキャンパーをこう書くから、うん、こう立て、安かったらこう立ててたって、おまさんの。あ、はい、あの、これですよね。そう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 、ありがとうございます。すいません、すいません、おまさん、ありがとうございます。買いました。それは嬉しいよ、必要やもんね、うん。で、あとなんかママさん、あれ欲しいって言ってたの、あのキャニスターとか欲しいとか言ってたの。あ、これ折り紙の、そう、黒めっちゃいいやん、黒めっちゃ良くない？ドリップホルダーやったっけ？そう、ドリッパーホルダー、ドリッパーホルダー、これ良くない？茶色っすもんね。うん、あ、めっちゃいい、それお、いいよいいよいいよ。1100円。うぇ、買い物上手、買い物上手。ちょっとこれは、うん、どうしても欲しくて、はい、あの、クッションカバー、あー、見た見た見た、ええやつ。全然それはいいと思う、これ。いや、それは可愛いし、いいと思う。だって値段もそんなに、ね、そう、でもうちさ、ブランケットとか結構使うじゃん。それ中入れたらふわふわやん。おい、買い物上手。買い物上手やん。あの、あと、まあそんなもんかな。やっぱりあの、ここ来たっていう証。はいはい、あの、ブラックレーベルのステッカー、カッティングステッカー、これいるでしょ。全然、もうお気に入りのショップのステッカーも車の後ろに貼っちゃうからね。そう、おー、かわいい、かわいい、よかった、もう終わりやな。あ、よかった。あと1個だけちょっと、あの、あ、あれじゃん、なんかキャンドル的なやつじゃん。キャンドル欲しいって言ってたやん。そうやろ、めっちゃよかったよ、あのキャンドル。まあまあまあ、それやったらいいかなって。
全然いいと思うね、キャンドルだったら8000。ちょっと待って、パパさん、黒持ってるやん、コロニスト。いや、パパさん、黒欲しいかなーって。黒、なんか…え、黒あったん、黒やん、コロニストの。これ黒やん、最後の1個や、言われ。ほんまや、黒やん。いや、せやけどちょ、もうでかいって一撃がいつも。最後の1個やって。もうほんと、もう二度と行くな、ショック。最後の1個やって。えぐ、最後の1個って。ちょ、一撃がでかいねんって、いつも。でも、ブラックやで。ちょっと今ピンク使ってるけど、ちょっと浮いてる思ってたやろ、うんうんうん、あ、それでやっぱ黒揃えるのに黒買ってくれたってこと。そう。いやー、さすがママさんってならへんわ。もうめちゃくちゃ働かなあかんやん、また。そう、働いて頼むわ。もう働きたくないね。2人で頑張って残業しよう。頑張りましょう。以上、マイケアチャンネルでした、はい、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。